やただなって休まると話どころではないはぁ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 はい、ちょっと休みますけど。そうですね。はい、休みます。あと休んでる間も考えてたら寝たんなんないですからね。休むときは本当に休んでください。そうですね。そうですそうです。多分今考えちゃいますよね。今なんかもう。YouTube のことばっかり考えてる。ですよね。多分ちょっと今取り憑かれてるような感じに受けるんで、多分本当にやりすぎなので、そうですね。そう。で確かにキリがないじゃないですか。キリないですね。そう。だからちょっと追いかけていくとハマっちゃうことがあるんですけど、そこはこの健康あってのものだねというところで、そうですね。やっぱり時間とかは決めて。もう終わりってなったらその日は終わりで、そうすね、しっかり休めも気持ちも休ませて寝るっていう風にしないとだと思いますよ。いい感じですな。あおうおうおう。多分あれなんですよね。お一人だからできちゃうんですよね。はい、誰も止めないし。ああいやーですか。いや痛気持ちいいです。痛気持ちいい。よし休もう。ちょっとなんかちょっと。何したらいいっていうのが難しいですけど、あんま一人にならない方がいいんじゃないですか。友達とかに来てもらってなんかしゃべりとかしてる方が多分また別の頭が違う使い方になって休まると話どころではないですね。もっと猫でも飼った方がいいし、あとかそうですね。なんかねちょっとペース乱される方がいいと思うんですよ。今だと多分こうやろうと思えばで続く邪魔が入んないじゃないですか。そうなんです、そうなんです。だから体が犠牲になっちゃうんだと思うんですよね。なるほど。猫だ、猫かハムスターでも飼おうか、なんかハムスターがいいかもしれないですね。まあなんか猫ってなるとまあ結構いろいろ大変です、大変すぎるっていうのがあるかもしれないから、ハムスターでも飼おうかな。なんか多分そう、でも今のルーティンが多分あるので、それでなんかどんどん詰めていっちゃうとかができちゃってるので、そう少しなんかね心のオアシスじゃないですけど、なんか別のものがあることによってちょっとそれであそうだそうだっていう切り替え、多分 YouTube ってなってずっと一日 YouTube になっちゃったりじゃないですか。それは良くないですよ。で頑張ってもその期待通りに結果が出るものでもないんで、おおはあそこに集中しちゃうとなんか不安定になっちゃうと思いますね。そうですね。はあいいや、ああおおしか言ってない。そうか、ハムスターか。まあ何でもいいんですけどね。ちょっと生活が少し変わった方がいいと思います。もうちょっと
他のところにも目が行く手が行くになってた方が、うん、そうですね、うまくバランス的に、うん、息抜きっていうかねあった方がいいと思うんで。確かに息抜きがないですね。ないですよ絶対ないですだってもうなんかすごい四六時中なんだなっていう感じしますもん。バレましたか？バレましたか？でもずっとでも俺そんな感じですよね。そうなんですよでもそうなってからやっぱ結構調子悪いじゃないですか。それでぐんぐん元気になるんだったら、それはそれでいいんですけど、やっぱやりすぎちゃって具合悪くするんだったら、やらない方がって思うんで。多分ね、気楽にやった方がいいんですよ。見る側も多分こう、なんかちょっと待ち遠しいぐらいになっとく方がいいんじゃないですか。そうですね。なんか気楽なつもりなんですけどね、なんかおかしいね。いやいやいや、おかしいですよ、ね、なんかこだわりが強くなってる感じしますよ。わかる気がします、ね、なんか頑張ってんなっていうのが伝わるので。そうですね。まあなんかやっぱ良くも悪くもちょっとそのこだわりみたいなものが、うんうん、まあ、体がついてきてないですからね。そうですね、ついてきてないのでそうそうそう、結局そこですね。まあ、やっぱ自分の体にはね、あるので結構そのリミッターみたいな限界というか、そこを無視しちゃダメだと思いますよ。そうですね、ごもっともでございますパソコンで言うともうメモリーがパンパンな感じ。そうそうそう、だから処理が遅くなってるのにそう、ね、そう詰め込むみたいなことでも壊れますよ。わかりやすいそうですね、ちょっとキック、うわーキック、うわー、減らしましょうって感じですねちょっと整理して減らしてみたいなのが必要な気がします。そうっすね、お手入れをしないと。もう笑うしかない。本当もうちょっとああってもう、なんと伝えればいいものかっていう、そこで察してくださいみたいな感じですから。だからもう本当にね、ここにはガチできてるんで、ね。そうなんですよね。コラボでね、なんかこう来てるようなあれもありますけど、うんうん、もう9割方ガチですよ。そうですよね、で、あと多分こう慣れてる場所の方がちゃんとリラックスできるので。そうですね、はい、その他のところに行くのも悪くはないんですけど、やっぱりこう撮影っていうことだったり、初めてとかっていうことになると、うん、結構こう緊張したりとか、うん、やっぱりこう少しこう考えてしまうところがあって、ええ、まあその効果がね薄くなっちゃうところもあるかと思うので。あとも先生とはお付き合いが長いんで ね、 そうですね、やっぱりそう俺のこう性格とかああいうなんかもう大体なんとなく分かっていただいてるん で、 で、ね、知った上でやるのでね、撮影といえどもだいぶリラックスしながら受け入れてるかなとは。であとなんかいろいろと悪いところを的確に言ってくれるのでなんかそれで自分をなんか改めてね変えてみることができるんで、はい、まあやっぱ分かんなくなりますもんね。そう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 、なんとなくあとこう薄々思ってはいても人に言われるまでなんかこうやめられないとか、まあ、分かんないですありますよね、うん、分かんない。まあ、ミイラ取りがミイラになってる。本当なんか人にはいろいろやってる割には自分が、ね、自分がやっちゃってる感じ、まあまあ、人ってそういうもんですよね。本当本当もう全然見えないし自分が。なんかこうやって言ってくれると改めてああやばいやばいって。まあね、で特にこう背中とかはね、まあなかなか自分の目でちゃんと実際に見ることがないですからね。そうそう、まあ、ちょっと本当どこもお疲れなんですよ。そうですね、本当にやばいっすね。ああ今日もう行く
絶対行くのやめよう。今日は休んでください。はい、もうさあ今日これ編集して、うん、夜行こうかと思ってたから。いや、ダメですよ、それは。それがでも当たり前になっちゃってるんですよね。そうなんです、そうなんです。普通にこう編集してあれもやってこれもやってがいつも。そうなんです。うん、そうなんです。よくないですね。まあね、なんかねハマっちゃうっていうかね。まあやっぱり特に一人暮らしですからね。そうなんです。人に邪魔されないから。そうなんです。どうしてもこう夜も遅くなったりとかね。そうなんです。4時半ぐらいまで編集してるね。なんかコメントつけてもらえたりするとね、やっぱり励みになって。そう、余計にねやったりありますよね。そうですね。いやなんか今日やっぱいつも以上ですよ。そうですね。あ、おお。あ、今日は本当休もう。絶対休んでください。多分でも今日もう眠たくなって普通に寝るかなと思いますけどね。そうですね。眠るのが一番ですからね。そうですね。あ、張ってるなどこも。うん、もうそうなんですよ。もうなんかどこもパンパンなので、ね、どこにどれぐらいかけてどこを絞っていけばいいかがまだわからないです。私も。すいません。本当すいません。溜まってるよなっていうのが。だって背骨が揺れないっすもん。いや、そしてやっぱいつも以上にちょっとやっぱり背骨がやっぱり一番良くないんでしょうね。やっぱ痛いですね、やっぱり、ね、これが言ってましたもんね、痛いって。そうそう、でもここをいきなり攻め込んでも多分ここが鉄壁の守りなんで周りをちょっと崩さないとかなっていう。凝りすぎっすね。本当ですか。なんか本当に硬い。ああこんなに硬くなりますかねってぐらい硬いっすよ。本当ですか。だいぶ硬いっすよ、本当に。こんなこのレベルでね、背骨揺れない人ちょっと少ないぐらいですよ。本当に硬い。本当に肩パンパンっすね。ボールでは調子が悪いわけですよね。そうですよ、痛いわけですよ。あなんか本当に硬いっすもん。すいません。固めて固めてみたいな、なんかあの、ね、本当に地ならしをしまくったぐらい硬いです。家が立ちます。本当本当、ちゃ丈夫な。かなりこう揺れを抑えたりできそうなぐらいの。しっかりした地盤になってますね。液状化しねえぞみたいな。そうですね。うわ、気持ちいい。こんな体で俺はフリーマッサージ行こうって。やばいですよ。多分その辺にいる人の中で一番硬いですよ。負けてない。負けてない。人に施せる身ではないと思います。まあね、お金ないのに募金行っちゃってるよね。いや、そんな感じですね。いやまずあなた自分みたいな。泣けなしの千円札出してる。そういう人いますけどね、なんか。まあ、いいことですけどね。やっちゃう人いますけどね。まあ、ちょっとでも、まあ、命あってのなんで。まあ、そうですね。ああ、いてて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 。いやー、だってもう。なんかすごいっすもん。なんかわかります。いや、今日は
背中スペシャルですよ。この動画が良かったらグッドボタンと、チャンネル登録ですねお願いいたします。哲也さんもねチャンネルやられているので、はい、はい、哲也さんの動画もぜひチェックしてください。よろしくお願いします。はい、こちらでね撮ったやつをね別のアングルで、はいはい、公開されるってことになりますので、はい、はい、あったらどうぞ、はい、で他のいろんなね歌舞伎動画とかもそうですね、やってますね、はい、今日でも休みます。そうですね、はい、もう体を見ながら皆さんも無理をしないようにお願いいたします。こんな感じやますよ。では。